なあ、面倒じゃん面倒じゃん、とっても面倒じゃん。おのれ、あの不気味なわらしめ。お、そこな控えるそなた、良いところに。わらわの愚痴に付き合え。まあまあそう言うでない。友の願いは聞き入れるべきだ。伝承の通り、ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。生というのがわらわとすれば、それの対になる死も存在する。そう、この星にはわらわと対をなす魔月と呼ばれる悪人が封印されておるのよ。とはいえ封印は強固なものじゃ。これならあと千年は寝て過ごせると思っていたのだが、あの不気味なわらしが要所要所を荒らし回りおってからに。おかげで儀式もやり直し、陣も組み直し、昼寝の時間も削られる。面倒面倒、ああ面倒。というわけじゃ。わらわの憤りわかるじゃろ。ふぅ、すっきりしたぞ。やはり友というものは良いな。気軽に言いたいことを言える。ただあの不気味なわらしには気をつけろ。あやつの来歴などわらわは知らんし、教えてもらっても理解できぬだろうが、やつがまずいというのはわかる。そなたらがこの星に来た理由もやつにあるなら余計なおせっかいかもしれんがの。ま、友への進言じゃ。心の隅っこにでも置いておくとよい。それよりそろそろ奴らが動いてきそうな雰囲気じゃ。白の民どもは当てにならん。悪いがそなたらを当てにさせてもらうぞ。まさしく、わらわが話したかったことじゃ。心して聞くとよい。伝承の通り、ハルコタンは表裏一体、生が生まれれば死もまた生まれる。